委員長にもこんな時期があったとは知らなかったね。よく考えれば不思議なことではありませんが、やはり少し驚きます。委員長も昔からあんな感じではなかったということですね。でもセーフレイヤにいた頃の委員長を無意識に重ねちゃうな。あの時の委員長、命令に従って私たちのそばにいたんだよね。あれは本当に彼女の本心だったのかな。ギアナのバカ、委員長が戻ったら直接聞けばいいだけのことです。正直ブローニャは少し心配です。確かに現れるタイミングが偶然にしてはできすぎてたし、私たちの欲しい手がかりをちょうど持ってたもんね。キアナも慎重になりましたね。私ちょっと警戒心が強すぎたかな。今の彼女はまだ何かを企んでるようには見えないし、害を与えない相手ならいい人だと判断し 100% の信頼を寄せるべきです。信頼は心地よくさせます。それがブローニャの考えです。もし彼女が私に害を与えたら、それならどれくらい些細なことでも信じない方がいいです。とにかく戻ってみよう。少なくとも今はいい人だって信じてるから。おかえりなさい。羽をいくつか見つけたんだけど、そのうちの一枚に封印がかかってるの。すごいですね。はい。大巨山は数千年の歴史があり、たくさんの人々がここを訪れましたが、羽は姿を見せませんでした。でも
あなたたちがここに来てすぐ羽たちが現れるなんて、何かに感応したのでしょうか。あ、いえ、気にしないでください。対第11律者の戦闘で君は一番よく戦った。ありがとうございます。メイは君を極東に派遣しようと考えてる。君はそれを知ってた？知りません。どちらでも構いません。仕方のないことだ。律者誕生の間隔がどんどん短くなっていて、人手が足りないんだ。戦略的考えをもとに僕たちは様々な都市に派遣される。融合戦士部隊は解散することになっている。これは博士の決めたことだ。フワ、分かってあげてほしい。命令には従います。フワ、ここでも極東でもソルトレイクでも違いはありません。みんな崩壊に対抗するためです。崩壊はいつかやってきます。その3つの都市に私たちがいれば、死傷者も普通の戦士たちが犠牲になることもないかもしれません。まだ根に持ってるんだね。はい。いつもメイ博士を理解してほしいという理由は何ですか？私の意思は対局と関係ありません。私の理解がないからってメイ博士が計画を変更したりします？しませんよね。どうして隊長を討伐するかわからないように、メイ博士は彼女を見逃しませんでした。彼女は私の恩人、あなたの戦友なのに。あの時彼女は私のことが分かってました。笑って話した時、あの口調も声も彼女本人でした。律者はそうなりませんよね。それでも彼女は殺されました。彼女は律者になってしまったんだ。フワ、君も分かってるはずだ。僕に他の選択肢はなかったと。博士の命令だって分かってます。だから私は従いますが、理解はできません。私にはその権利があるはずです。ケビン、博士とあなた自身を一緒にしないでください。彼女の代わりに私の理解を求める必要はありません。彼女も必要としないでしょう。私より、彼女は改造台で死んだ者たち、長編因子で歪んだ者たち、第十の神の鍵を持ったまま死んだ者たちに、彼女を理解できるか聞くべきです。僕は中央に残るよ。ええ。フワ、僕は彼女のためにそうしたわけじゃない。君の理解が欲しいのは、君は僕の戦友だからだ。僕たちは共通した意志を持つべきだ。人類の文明は虫の息だ。まだ三つの都市はかろうじて残されてるが、崩壊の勢いはますます激しくなっている。第十一律者が死んだばかりなのに、第十二律者がもう誕生した。彼女は僕たちに拘束されてるが、いつどうなるか誰もわからない。僕たち融合戦士は戦い続ける運命だ。失敗などありえない。僕たちが手にするのは勝利だけ。勝利しかありえないんだ。フワ、僕たちを理解してほしい。本当の意味で。全人類の運命は僕たちが担ってるんだ。
さくらのところに行ってくる。じゃあ。ええ、また。ガンダのケビン・カスラナです。うん、知り合いだって委員長も言ってた。でも第11律者や第10の神の鍵、それに融合戦士、彼らがした話、もしそれらが本当なら、これは全文明世代の記憶のはずです。まさか神州の守護者だけじゃなかった。全文明世代から委員長は崩壊と戦ってたの？委員長、今まで全然言わなかった。なんでいつも一人で背負おうとするの？キアナ、もう一つの可能性があります。彼女自身でさえこの記憶を覚えていないのかもしれません。